というわけでございまして、グレーの皆さんです。ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。というわけでございまして、リーダー、拓郎さん。はい、拓郎です。映えが、カーグラフィックですかってぐらいの。リーダー表紙だよね。リーダー、合成うまいな。合成じゃねえし。さっきさ、回線チェックの時さ、リビングでこう、ソファに座りながらやってたら、ジローの画面がかっこよすぎて、俺どっか移動するっつって。絶対こっちの方がいいわ。やばいよ、車飛び出してきそうだもん。おととい、ギターの練習こうでしたら、自信あったでしょ。このアストンマーチン跳ねたんだよね。バインバインっつって。もう007の世界ですね。そして、ジローさんです。はい、よろしくお願いします。どこのスタジオ、いや、バー、これは、自宅スタジオです。そうなんですね。自宅スタジオですね。このコロナ禍で、私、今、音いいでしょ。やっぱり、バギクラの生放送、こっからやるから、だから、それの研究と、グレイモバイルの方でさ、動画の配信とかやってるから、ライティングの勉強めちゃくちゃしたんだよね。で、こんな感じになりました。なんか、レベルが違うんだよね。いつでもやるよ、みんなのうち。コンサルしてくれんの？いますありがてえ。コンサルって言葉。お願いします。そして、ペルさん。はい。ついうっかり、ダブルブッキングをしてしまいまして。ひどい。ご飯食べて、ひさしの配信の上の階にいます。今、ヒックッとしたよ。というわけで、ラバーソウルに来ていただいているんですけど、はい。あとで行きます。あとで行きます。というわけで、そんな、商品名大丈夫かな？わちゃわちゃしたグレイメンバー4人でお送りしますけども。ね、聞いてくれない？はい。何ですか？振り返りトークもしていきたいんですけど、拓郎さん。僕、ベネツィアから帰ってすぐにソウルラブの、ギター演奏を YouTube に上げたんですけど、あの時、ドームで会おうみたいな。まあ、でもまあ、日本国民全員が、まあ、そんなに長くは続かないだろうって、まあ、ね、信じてた部分はあったよね。でも記者さん偉かったよね。ベネチアから帰ってきてさ、ある番組に出演するはずがあった、熱出したでしょ。まあこのぐらいの熱、普通だったら仕事はしていたが、今までなら。だけどまあ、うん、僕は自粛しますって、多分日本で一番最初に自粛したのは久しじゃねえか。でもいや正しかった、ね、正しかったよ、うん、素晴らしかった。 PCR 検査初めてそこでやったもんね。やった、あの時チートって俺。そう、チートってよね。一番正しいその PCR 検査の仕方だよ、あれは。あのスタッフも全員陰性で、久しぶりにただ熱出しただけなんだって。間の悪さ。ただの旅行疲れだよ。フライト疲れだ。まあでもちょっと気をつけるレベルがこう上がったというかね。そしてですね、ジローにはワウワウの無観客ライブ。うん、横浜のやつね。大桟橋か、そうか。あれはめちゃくちゃ良かったよね。良かったね。なんかあれは本当はね、なんかドーム公演をワウワウさんでやるって言ってて、それがなくなったこともあるんだけど、スケジュールだけはグレイのために抑えてくれてるっていうんで、やりませんかみたいな感じで考え出して、で、ただのね、俺たちは無観客ライブだとつまんないねっていう話をしてて、うん、じゃあ作品でも作ろうかみたいな、どちらかっつったら 無観客ライブというよりは作品作りみたいな感じでやった時に、あの時にタイニーソルジャーとかやってたもんね。いや、だからあのライブが、その後の俺たちの配信ライブにおける、こう、核みたいな感じになったよね。そしてですね、てるさん。はい。その直後にライブアットホーム始めてます。はい、とにかくなんかやらなきゃなと思って、で、歌を歌わなかったら下手になるっていう、なんかこう、なんとなく自分のその怖さを感じて、というか自分に負荷をかけようと思って、なるほど。やり始めたのがライブアートホームで、あとギターももっと上手くならなきゃいけないなぁってことで、やり始めて、で、デモを取り始めて、1回目は自分一人でやったんだけども、2回目は拓郎と一緒にやらせてもらったりとか、3回目は久しとやって、で、4回目はジロー。なんだろうね、自分の核になるのはこのメンバーがいるから、俺がいるっていうのを、だからどんな場面でも揺るぎないものなんだよってことを知らしめたかったというか、なんだろう、ね、そういった活動で言うと、サンキューフォーラブとかもそうだったね。そうだね。そしてですね、これはみんなに聞こうかな。コロナ禍で始まったメンバープロデュースライブ。まずは拓郎がシャイニングマンでいいのかな。先駆けシャイニングマンね。あ、先駆けシャイニングマン。あれはね、有事の場合、本当にまあ音楽はね、とりあえず後回しにして、まずは健康とその安全みたいなところだったじゃないですか。当然俺たちもそのグレーである前に一人の人間ということで、去年2020年のね前半とかは頑張ってたけど、やっぱりバンドやりたいなっていう思いがね、そのバンドやるっていうのは
音楽作りじゃないんですよ。バンドをやりたいの、ただスタジオに入ってなんかギターをガシガシ弾くっていう高校生の軽音楽部みたいな、まあそんな感じでも何でもみんなで集まってわちゃわちゃするのがやりたくて俺は東京を目指したんだな。それが恋しくて恋しくてね。だからもう俺のプロデュースライブなんて何も考えてないよ。ただなんかこうギターがガシャガシャ弾けるやつ、ただただ気分よくグレイを走らせられるやつ。ラブスレイブとかやったね。ラブスレイブとか俺がテルにお願いしたのはやっぱコロナ禍でみんな元気ないんで最初のめちゃくちゃ割れたよ、バリバリ割れてる割れてる、ね、それはまあお願いしたよね。いやーでも潔かったね。これあれだもんね、ファンの子たちに見られてたもんね。それを全然忘れてた。いやリモートの皆さん待ってた。そうだから結構なブラジルの友達を見てますよきっと、ね、気をつけて発言。リーダーなんか着替えたぞ一回。どうやったよ、お城に塗ったっつーの。紅引いたろか。じゃあテルさんプロデュースライブを振り返って、ね、振り返ってすごいラッキーだったのは、うん、その札幌ドームで着ようと思ってた白い衣装が使わずに残ってた。喧嘩焼却衣装が。もう本当偶然すぎるんだけど、ライブアットホームボリューム6はこういう衣装でやりたいって言って、スカパラが全身真っ白の衣装を着てる写真をザッキーに送ったの。うすらテルちゃんあるよあるよ。それ他人やんじゃん。それ他人やん。ザッキーじゃねえ。いやそれでイメージ通りの衣装で、もうこれはラバーソル的にも優しい案件だなと思って。ひさし TV もライブアットホームもラバーソルの赤字案件だからな。昨日めっちゃリーダーに相談したんだよ。俺の波を聞いてくれて。俺結構いいアイデア出したけど、お前全部できたろ。俺も5分くらい出したよ。全然言うこと聞かない。ひさし TV のなんかグッズ作ればいいじゃんって。意味やったらいいよ。結局はそのプロデュースライブを考えても、メンバーが楽しんでくれるのが一番嬉しいから、なんかこう嫌そうな顔をされると嫌じゃない結局は。誰いや誰それは誰もいないから。俺だから楽しい。ジローはどっか。いやしてないよ、やめてよ、もうバカタレが。やめてよテルちゃん。テルちゃん最近の嫌だった話をしようか。本当嫌なことで言うと、半年前からうちのテラス多分みんな来てることがあるから分かると思うけど、はいはい、あれが雨漏りしてオーナーさんがじゃあ全開してくれるということでリフォームしてくれたの。2ヶ月3ヶ月かかってやっと綺麗になって、そしたら前回あの台風あったじゃん、めっちゃ雨漏りしたのね。びしょびしょぐらいになって、でそれをなんか嫌だけども写真撮って送ったの。そしたら案の定嫌そうな感じで連絡取れなかったりとかして、その1ヶ月後に修理来てもらったんだけど、もうこれで完璧ですって言われて、先日の雨の時にまた漏れてた。どんな顔で聞けばいいのこれを。どうしようかなと思って、その写真を。じゃあ今日エンディングでその写真アップします、ね。じゃあリーダー最後に締めてください。いや俺もテルに近いんだけど、海外から帰ってくると14日間の自主隔離っていうのがあるんですよ。ロサンゼルスから戻ってきて14日間隔離されるんだけど、健康チェックとあと居場所の確認があるんだけど、居場所確認っていうのがえぐくなってて、電話が鳴って出てみるとこうやってやるといきなりもう自分の顔が映ってるんだよ。枠があってそこに顔を残してください、後ろの風景もちゃんと見えるようにしてくださいって書いてあるのね。合わせるとはい今から30秒録画しますってなって、無言で30秒のカウントダウンが始まるのね。ゼロになったらありがとうございましたボーンって切れるんだけど、人間の尊厳を奪われていくような、ひたすらこう顔を映してなきゃいけない。アーシャで対応してみれば、あ、タクローさんだって言われる。俺そんな違わねえじゃんだって。アーシャと俺。いやむしろ地味になるっていうね。同じ思いしてる人いないかと思って、なんかツイッターの検索してみたら、うん、やっぱみんな同じような、もうちょっと気味悪いんだよね。あれ録画されたデータがどこに行ってるかもちょっと分かんないし、今この状態で後ろにそのアストマーチ映ってる自分を撮ったらさ、はい、あなたの家じゃないでしょって言われるじゃない。そうなのよ、だから、ね、次の日風呂とかに入っててもなってくるからさ、こうお風呂でもやるよね、トイレだろうが風呂だろうが、俺がナンバー2をしてる時とかもちゃんとこう。ナンバー1ナンバー2のナンバー
ナンバーワンの時は無理だけど、ナンバーツーの時はまあ、携帯見てたりするからさ。押したらジャンってなるよね。いいよ、そんなこと言わなくて。拓郎を映してやろうかなって。これ、世界中に流れてるからね。はい。皆さん、アリナツアー始まりますよ。その長いコメントとか欲しくないね。短くスパッと言ってくれよ。この時間に合わせてめちゃくちゃ待機したのに。なんという。俺なんか途中で帰ってきたよ。老石。なあ、てこは。飯の最中に。飯の最中に帰ってきたよ。いや、それも自分忘れてるじゃん、予定を。忘れてる割には。喋るな、みんな、もう。まだリハーサルの序盤ですが、どうなったんになりますかね。てるさん。え？一番選んじゃいけない人選んだよ。いい感じになります。めちゃくちゃ鼻詰まってるし。これはジローだな。じゃあ、ジローしてみよう。いやーね、本当に来れる人は少ないと思うからね、本数とかも少ないし、うん、なので今やるべきことをね、そういった人たちのためにもできることを精一杯やりたいね。うわー、すごい。しまったな。じゃあ拓郎、最後締めてください。久し TV をご覧の皆様、普段のいわゆるそのコロナ前のぐらいのライブとはちょっと違うと思います。多分、うん、感触としてはなぜこれをやろうと思ったのかっていうのを今一度考えてもらって、また改めてアルバムを聴いてもらえれば俺たちのメッセージが分かるんじゃないかなっていうふうに、割と不安な気持ちで来られる方も多いと思うんですけど、グレーもまた今でしかできないライブをこう作り上げようと頑張ってるんで、もしかしたら今回はグレーの長いキャリアの中でも今回しかない貴重なライブになると思いますんで、そこは楽しみにしておいてもらっていいんじゃないですかね。そんな恵まれた環境の中で僕らはね、フリーダムオンリーというアリーナツアーをね、成功させないと思いますので、ちょっと精度をね、上げて、挑みたいなと思います。大丈夫ですか？これで終わりですけども。緩急ついたいい番組だったんじゃない？うん。80万の赤を今日で賄えるんじゃないか。お金額言うな。スパチャお願いします。てっこに言ってほしくなかった。日室さんは言わねえだろうな、そんなこと。稲葉さんが言わなそうなこと。スパチャお願いします。はい。というわけで、グレイのメンバーの皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週ね、スタジオでお会いしましょう。はい。ではでは。ありがとうございました。はい。というわけでございまして、こんな感じよ、グレイは。楽しそうでしょ？たくましく音楽を作り、そして、みんなに届けていきたいなというふうに、思っている次第でございます。というわけで、久し TV 疲れた俺はもう十分じゃないですか。もうこんな感じで、はい、久しでした。